じゃあ皆さん今日もよろしくお願いします。おはようございます。前回ザクラシック来ていただいた、はい、お姉さまが来ました。去年ここの選手権チャンピオンになりました。ここの、はい、ここのここのチャンピオン主じゃないですか。主です。仲間も映してください。仲間仲間のお二人もクラブチャンピオン。違います。お友達。今日は楽しく回りましょう。よろしくお願いします。お願いします。お兄様かっこいい帽子かぶってますね。 ありがとうございます。ちょっと羨ましいなと思いました。ありがとうございます。今日は、どのようなお気持ちでいらっしゃいましたでしょうか。優勝したいなっていうそれだけです。ありがとうございます、はい、素晴らしい。お姉様は今日はあいにくの雨ですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、でも予報よりは大丈夫そうです、ね、そうですよね。これから頑張っていきますよね、はいはい、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、ゆっこパイセン、はい、リンゴルフオープン福岡会場なんですけれども、はい、午後ハーフついていきます。お願いします。お願いします。前半は途中まで、あ、これいけんじゃないのかなと思ったんですけど、雨豪雨弱かったんで、はい、途中からすごく強くなってきて、しかも風も吹くんですよ。あ、雨だけならまだいいんですけど風もあるんですごい濡れる。もうスコア気にせず、はい、行きましょう。やりきりましょう。すいませんはい、はい、ドライバーマジ当たんないっすよ。触れないっすよね。雨の日のドライバーのコツとかあるんすかね。でもさっきの人は怒りに身を任せてましたよ。そうですね、うん、お願いします。お願いします。よいしょ、完璧じゃん。怒り、怒り、はい、怒り怒りをイメージしてはい、やるじゃん。いいじゃん。よいしょ。いいじゃん。うん。調子いいじゃないですか。よくないです。よくないの。ちょっと今、今良かったでしょ。はい。うん。少しね、温まったかも。はい。あの人うまいんだよね。初めて5、6年ぐらい。マジで異常だよ、ね。雨で普通に伸びて、前半40。ほら、雨なの。ちゃんと立ててるもん。ちょっと後でインタビューしましょう。すげえ、めっちゃすげえじゃん。めっちゃすげえじゃん。手前、花道。調子いいじゃないですか。カメラがあるんで頑張ってます。あ、そっちか。すげえ、演者っていうのはそういう人になっていくのか。いやいやいや、まだまだ。はい。ゴルフ始めて5年で、あのショットはちょっとおかしいと思うんですけど。いやいや、たまたまです。練習結構行ってないですか。練習一時期はかなり行ってましたね。でも今は週1ぐらいですかね。かなり行った時はどのくらい行ってたんですか。毎日行ってました。やっぱりやっぱり。おお、止める。ナイスオン。3オンです。うまい。いけ。晴れてれば、晴れてれば、晴れてれば。強い。お。強い。いけ。はい。ああ。はい、7です。強っ。最短距離じゃないですか。お、コースなりに行きましたね。おお、いいとこに。いいじゃん。調子悪いんじゃなかったんですか。ドライバー復活してる。あれ？ドライバー午後いい感じです。前半マジ捕まんなくて。あ、そうなんですか。右ばっかり。もう右にピヤーンだ。ところで、ところで。はい。
8月までに70台出すと言っておいて、はい、もう切っちゃったですけど、出ましたんですけど、今日参加してくれてる方に、うん、やめとうございますって、うん、でもやっぱそのゆっこさんが70台を出す動画が見たいですって言われて、だよね、はいって今日はちょっと今日ちょっと厳しいんで、はい、本当はこんな雨じゃなければ、はい、全部ついてって本当に80を切ったのかって嫌味を言いながらやりたかったんですけど、そうですよね、今日はちょっと、はい、今日はちょっと、はい、ちょっと次回もていうか多分毎回ラウンドするたんびにつきまとうやつだよね、はい、今年中に80を切る動画を撮りなさいってつきまとってください、そう、はい、155でエッジまで145、いいじゃん、バンカー、ああまあでもいいじゃないですか、まあ、大丈夫です、行くと思って左向いたんですけどね、そうなんですよ、うん、新しいウェッジ、はい、新しいウェッジ、もう私はこれもうバンカー用として使ってるんですけど、のみなんだ、これあの岡山県のチクラブのモズ、なんてメーカーなんですか、モズモズモズ、いや私あの前までちょっと違うウェッジをバンカー用として使ってたんですけど、うん、こちらの、 あの56に変えたら、うん、もっと出るんで、多分私にはこっちの合ってるのかな、出るからね、出るんです、結果としてね、そう 出るし最近ちょいちょい砂エッジできるんですよ、やるじゃん、そうめっちゃ強い、これに変えてからですね、70台出す人の喋り方、はい、砂エッジできちゃうんで、ライは悪いです、硬そうです、うわあ。ちょっと。いやーでもいいじゃないですか。クリーンに当たってますよ。うん。良くなってきた。さあ来た。止まれ。ナイス。うん。狙った。いけ。うん。ダボダボや。ダボダボです。切れなかったっす。うん。うわ。ナイス、いった、これはいった、おーナイス、飛距離が上がっていますアゲンストなかったね、今なんか風やみましたよねたまたまやんだ、噛み合わないたまたまやんだあれ1個聞きたかったんです、あの谷さんの教え、うん、まあ、6ヶ月でただ素振りをしなさいとかちょっとちょいちょいあったと思うんですけど、はい、一番でかかったのは何ですか、一番でかかったの、はい、一番でかかったのはフェースを開いてあげちゃう癖があったんで、うん、まずそこからちょっと直そう頑張ったんですけど、最初は左がこうやってて、うん、でもどうしたらいいの、続けたらだんだん良くなって、うん、あとはちょっと下半身もちょっと意識して振るようにしてみたいな、だん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 、あー、曲がったけど、ナイスタッチ、ナイスパー、ナイスパーです、ですけど初パー、上が1個もパーなかったんですけど、バーディーはないです、ほぼずっとボギー、ほぼずっとボギーペースで来て最後の2ホールでダボ取りな、おお。でも雨も止んできたからできそうじゃないですか、いろいろ頑張ります頑張りますいやーやっとパー取れた、うん、36ちょっと長いし、長いです、左かな、
戻れ。あれ、くぼみ。ゆうこばあさん、一個気づいたことあるんですけど、フィニッシュのくねくねがなくなった気がするんですけど。私くねくねしましたっけ？フィニッシュくねくねしました。くねくねっていうかこう固定してて待ってるやつ。そう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 。あれがなくなった、立つようになったからかな。反り腰じゃなくなったんじゃないの？あ、そうかもしれないですね。反、うん、り腰ね。うん、あーでもそうか。あーなんかやっぱ人から言われて気づくことって多いですね。あ、そうなんだって言われてみれば、本当に前よりも腰が痛くならない。腰痛かったんかい。前よりも痛ー。そう、うまく手前、調子いいじゃないですか。うまいけど、ね、そう、はい、うまいっす。3オン。来い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 。ナイスパー。ナイスパー。連続パーです。これが80を切った女のパーだ。後半頑張ります。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも多い人は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。